イベントのストーリーはこちらで確認できます。プロデューサーさん、どこかな。社長さんからお話があるみたいなんだけど。新曲ができたって言ってたから、多分その話だよね。あの様子だといい曲ができたみたいだし、早くプロデューサーさんにお伝えしなきゃ。あ、プロデューサーさん、よかった、こちらにいらしたんですね。実は社長さんからプロデューサーさんに大事なお話があるってお呼び出しが。はい、お気をつけて。いってらっしゃい。お疲れ様です、プロデューサーさん。お待ちしてました。そうなんです、なんでも劇場に新風を巻き起こす日がやってきたとか来ないとか。いかにも。相変わらず君は察しがいいね。ここからは私が説明しよう。うん、まず我がナムコプロライブシアターのことだが、いや極めて順調じゃないかね君。これも君の努力と才能のおかげだろう。いやはや実に大したものだ。うん、実はね、そんな劇場をより一層盛り上げるために私の方でちょっとした企画を用意してみたんだ。そう、新たにメンバーを選抜して劇場から発信する楽曲をリリースしようという企画だよ。早速目の色が変わったようだね。私の目はごまかせないよ。さてこの企画については歌唱メンバーの選抜から全てを君に任せたいと思っているのだが、どうだろう、この企画引き受けてくれるかね。うん、君ならそう言ってくれると思っていたよ。一つよろしく頼むよ。ではこちらが楽曲のサンプルです。とっても可愛い曲ですよ。誰がこの曲を歌ってくれるのか想像するだけで一日楽しめちゃいます。プロデューサー、
私たちにお話って何ですか？たまきも気になる。くふ、何かな、何かな。嬉しいお知らせかな。例えばお菓子コーナーに新しいラインナップが増えるとか。かなちゃん、本当？だったら私嬉しいかも。え、違うんですか？残念です、しょんぼり。それじゃあどんなお話なの？はいはいはい、トモキ分かったぞ。これからみんなで公園に遊びに行くんでしょ。トモキちゃん、今プロデューサーが教えてくれるからいい子にして待ってなくちゃね。はーい、ごめんなさい。それってつまり私たち4人で CD を出すってことですか？私たちが CD を？やったー！カナはとってもハッピー！お菓子より嬉しい！もちろん歌うよ。ねえねえ、どんな曲なの？早く聴きたい。たまきもたまきも、くー、楽しみだぞ。劇場お掃除しないとな。テキパキスイスイクリーナカナもなんだ。
モキと一緒だね。わかりました。みんな準備運動からね。よーいドーン。トモキちゃん一緒にやろう。ストレッチするから私の背中を押してくれる？うん、トモキに任せて。押して押して押しまくるぞ。準備運動終了。体ほぐれたかな？いい声出せるかな？ランララーランララ。かなちゃん、その歌何の歌？え、私たちの新曲だけど。準備運動したらポッカポカになっちゃった。トモキ、まだ体を動かしたい。ホヤブン、近くの公園に石切りしに行こうよ。トモキちゃん、ダメだよ。もう練習が始まるんだから。これからみんなと一緒にレッスンだった。おやぶん、やよいちゃん、教えてくれてありがとう。ともき、レッスンで体を動かすね。私もカラカラ。このままだとシワシワになっちゃうかも。Thank you.
これは猫じゃなくて子分だよ。親分忘れちゃったの？かわいい。おいで子分ちゃん。にゃんにゃん。かなと一緒に。にゃんにゃんにゃん。劇場の近くでよく見かける子だよね。この子、たまきちゃんのお友達だったんだ。うん、たまきとこぶんは壮絶な戦いをして友達になったんだぞ。私も足元スリスリされたいな。わあ、さすが親分。子分をあっという間に子分にするなんてすごいぞ。これで親分は子分の親分じゃなくて親分だね。
お疲れ様です。ありがとうございました。はあ、ちょっと緊張したけど楽しかったね。どんな風になるのかな、早く聞きたいな。プロデューサーさん、私たちの歌どうだった？上手に歌えてた？本当？くー、親分に褒められちゃった。素敵な曲だったな。歌ってて楽しかったし。ねえねえ、みんなはこの歌どこが一番気に入った？私はね、頑張り屋さんがあくびするところ。だって私もいっぱいあくびしちゃうから。ともきはともきは、動物がパジャマを着てぷかぷかしてるところ。もし子分が空を飛んでたらきっとすっごくかわいいもん。私は、全部好きかなって。あー、弥生ちゃん、それってずるい。ごめんね、素敵なところがいっぱいで選べないのも。私は、流れ星が出てくるところかな。テレビでね、流れ星が流れるところを見たことあるんだけど、すごく綺麗だったから。イクは本物の流れ星を見たことないの？トモキは3回あるよ。ばあちゃんの家にいた時に見たんだ。いいなあ、たまきちゃん。私も本物の流れ星見てみたいなあ。あ、そうだ、プロデューサー、流れ星ってみんなで見に行ったらダメですか？ CD のリリースイベントが終わったら私たち4人で一緒に、みんなもどうかな？素敵！きっと楽しい流れ星！みんなで探せば見つかりそう！たまきも行きたい！流れ星、いつも綺麗だもん！はあ、私も！それってお仕事でってことですか？わあ、それってなんだかロマンチックですね。でもプロデューサーさん、いいの？流れ星って遠くに行かなきゃ見れないんでしょ？あんまり遠いところだと時間かかっちゃうかも。そしたらお仕事だってできないし。
った天気じゃなくて、お出かけの日は天気になーれなーあれ。
私がもう一度見つけてあげるから。カナ、本当？本当本当、私目はいいから任せて。さあ、流れ星はどこかな。むむ、あれは、あれ、普通の星かな。違ったみたい。よし、今度こそ。むむ、あれは、あれ、また違ったかな。はう、動きすぎて少し酸欠です。目もチカチカしてきて。あ、あれ、あー、たまきちゃん、今度こそ本当だ。わーい、たまきも見れた。ありがとねーかな。これでみんな見られたね。よかった。あのね、プロデューサーさん、今日は連れてきてくれて本当にありがとう。だって今日はお仕事で来てるんでしょ。だからお仕事のお話をするの。ふん、あの歌の流れ星を待ってる気持ち分かった気がする。だってあんなに綺麗なんだもん。任せて、この前よりずっと上手に歌ってみせるよ。ねえねえ、おやぶん、たまき、今度は夜じゃなくて昼間にここに来たい。あ、そうだね。お昼に来たら山でも川でもいっぱい遊べるかも。
もうすぐ公演が始まるよ。レコーディングの時みたいにしっかり頑張ろうね。あ、頑張ろう。大きなあくび。もしかしてかなちゃん、昨日あまり寝てないの？うん、実は昨日は楽しみすぎて夜もずっと歌ってたから。あへへへ。大丈夫です。歌い始めたら目が覚めます。それじゃ、かなちゃんの目を覚ますためにもみんなでいつものあれをやろう。はーい。それじゃ、いくよ。ナムコプラーファイター。おー、イベントのストーリーはこちらで確認できます。私のすべてをこの歌に込めます。顔が引きつってますよ、プロデューサーさん。